なみのものじゃありませんね。そうですね、さあ行くぞ、さあ行くぞ、あらゆる角から出すラリアット。馬場さん、このラリアットの威力ってのは、まあ、このロードウォリアーズの場合どうなんですか。いや、非常によく効きます。もう天竜が下に飛び落ちてますよね。でも天竜もよく逃げてますよね。そうですね、助走をつけてのラリアット、体力がありました。若林さん、はい、やっぱスタンハンセンクラスなんですか、このウエスタンラリアットは。でもやっぱりね、本家はもうハンセンですからね、ラリアット。やっぱりあとはその、まあ、モノマネじゃないんですけども、やっぱりハンセンはハンセンなりのね、いろんな工夫をしてますんでね、やっぱりハンセンのが一番よく効きますね。ただあの人のはなんか力だけじゃないですもんね、なんか技がありますもんね、ウエスタンラリアットそのもの。ラリアットそのものでもね、上から押し付けてもう倒すというような感じですよね。まあ、山田さん、今ラリアット談義がありましたけれども、このザ・ロードウォリアーズの、まあ、ラリアットもいろんな角度から、しかもこのダブルの攻撃で飛んでくるんですよね。そうですね、さあベアハック、この体勢からでも山田さん、ラリアットあるんですよね。ありますよ、はい、ですからこれも油断できないですね。さあベアハックにとっております、ジャンボ鶴田、苦しそうな表情だ。ここまでの展開、馬場さんどうでしょうか。すごいね、なんとも言えないですね。もう本当にもう力ですからね、力と力の激突だ。もう本当に大技ばっかりですからね。そうですね、さあこれがアニマル、90cm 130kg、胸回り147、胴回り95cm、首回り56cm、腕回りがそして 57.5cm あります。さあがっしりとその腕で捕まえて、鶴谷にアルバータックルを受けた、フォーク危ない。連携殺法なんですね。うまいですね。しかし今あの身軽に飛んだ、はい、このジャンピングショルダーアタック、これは威力がすごいですね。そうですね、山田さん、このキャリア不足、それから直線的すぎるファイト、まあ、批判があったんですが、それをもう力でもねじ伏せて粉砕していく、そういうファイトですね。それでね、やっぱり日本に来るたびにね、すごく上手くなって